はい、こんにちは。こいっちゃんねるです。じゃあ、愛車ベンツちゃん号でね、ロールケーキを買いに行ってみたいと思います。大阪箕面までね。ここ、私住んでるとこは兵庫県ですね。川西付近になります。川西付近を抜けてね、それから、箕面の方、大阪府でですね、私の、高校まで過ごしたとこですね。千葉やら小さい時はいろんなとこ住んでましたけど、はい、ってなわけで、じゃあ、なかなかいろんな YouTuber さん、面白い方もいられますけどね、参考にしながら、なかなかトラックなんかも多い通りではございますけども、じゃあ本日も楽しく行ってみたいと参ります。では、よろしく。中国道の脇道ですね。はい、モノレールなんか走ってますね、中間。はい、ここも昔よく、高校生の頃通ったところでございます。すごく綺麗な道でございますね。便利なアクセスともなっておりますね。大阪市内まででは、そんなに時間もかからないし、大阪空港も近いということでね、非常に綺麗な街となっております。はい、では、これで箕面入りました。ぼちぼちですね。今日行くところはね、大阪市内の方のケーキ屋さんなんかと思ったんですけどね、なかなか箕面にもございましたという某有名なケーキ屋でございます。では、しばし走って行って購入したいと思います。これ大好物なんでね。で、そんなに高くないんですよね。1300円ぐらいで。で、中に具とか入るとちょっとお値段アップしますけども、いくらでも口に入るあっさりした生クリームということで、私串大好きでございます。何もする日がない時とか、釣りに行ってない時とかなんかは、温泉とかね、いろんなとこ行くんですけど、ここに来て、ロールケーキを買ってる次第でございます。では、堂島ロールさん、箕面のね、買い物してから、
家帰って食べようと思ってます。はい、これで伊丹からしばし川西入ってまいりますね。ここよく、抜け道としても使うんですよね。国道のなんか空いてる時なんかは、空港の外周なんかを走って帰ったら意外と空いとる次第でございます。ってなわけで、いろいろね、ここカメラマンやら撮影していらっしゃる、ちょうど飛行機が飛んだり降りたりするところなんでね、非常に、気持ちいいクリーンな外周となっております。はい。では、改めまして、こういちチャンネルチャレンジチューバーでございます。はい。ってなわけで、私、自己紹介を忘れてましたね。はい。保険などね、金融業なども勤めておりましたね。トラックドライバー以前やってまして、で、保険屋自分でやって、で、また、トラックドライバーに戻るという、結構過酷な人生を送っておりますけども、結構楽しく過ごしておる日々でございます。ではでは、ということで、ここは駐車場ですね。はい。はい。で、というわけでね、飛行機飛んでるかなと思ったんですけど、ちょうどお昼まで、全然離発着ございませんでしたということでね。はい。はい。ってなわけで、今ちょっとコロナの時期ですかね。こんな時期なんで、飛行機もあんま飛んでなかったですね。じゃあ、右手サイド、ダイハツ工業を右手に、またお家の方へ帰っていきたいと思います。結構ね、ごちゃごちゃしてない道なんでね、これ、なんでも、結構広い道なんでね、なんでも、ラーメン屋でもなんでもあるんですがね、しかしすごいなと思ってね、YouTube やってみて、結構な、なんかこう、いろんなところで食べていらっしゃるとか、美味しそうに食べていらっしゃるのか見てね、私もついついやってみたくなりましたということで、では、これで実家の方へ帰っていきたいと思います。またチャンネル登録ですね、高評価の方よろしくお願いしておきますということで、まだ始めたばっかりなんですけどね、結構大変なんだろうなと思って、いつもワクワクしております。では。